はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。それでは黄金の太陽を続きやっていこうと思います。前回右やったんで左いこうと思います。上からいこうか。おお、宝箱がある。あー、これバーストだね。どりゃー。けー。おお、宝箱の部屋出た。何これ、シルフの羽。あ、材料だって。また加工してもらえる。なんか強い武器になりそうだ、武器か防具か。あ、また宝箱。ライトニングソード。こっちも開けるね。すげえ、なんかアイテムいっぱいある。これか。おお、強っ。マジか。甘雲より強いってどういうこと？甘雲より強えの？マジかよ。まあピカド入れっか。ピカドがちょっと弱かったんだな。甘雲の剣って相当強いはずなんだけど。マジか。これだけか。さあ、そしたらゲットしますか。バースト。これで右の矛先、真ん中の矛先をゲットしたのか。あと左の矛先だ。左ってどこにあるんだろう。イエーイ、無事クリア。オッケー。そしたらあとどこ行ってない？もう全部行ったべ。ここだっけ。なんかね、一箇所取り忘れてるとこは、取れなかったとこあるんだよね。で、この地図的に、青い点があるところは何かあるよっていうやつだと思うんで、多分。そうなると、唯一クリアしてないのは多分アンコール遺跡だと思うんで、アンコール遺跡まで行きますか、じゃあ。アンコール遺跡行くのと、この小島とかで、なんか動物のなんか、いろんなイベントがあったんで、動物のイベントもちょっとやっていこうかなと思います。さあ、ここかなぁ。ん？ここっぽいぞ。ちょっと今ね、インコがいるところを探してたんですが、インコは確かなんか綺麗なものが欲しいみたいな。ことを言ってたような気がしたんで、綺麗な石っていうのをもらったぐらいだから多分いけるはず。 OK。 ピーピー。そうだね、椅子ほら赤い布をあげるからトンチちょうだい。イエーイ。で、赤い布は確かね、牛だな。牛どこだ。これだっけな、下かな。お、合ってた。あったあった。確か牛が元気がないからっていうから、取っ
ても素敵だもん。元気が出てくるもん。あげるあげる。ミルクをあげる。おお、立った立った。元気になったぜ。ミルク。あ？ここが亀だったんだよね。ってことはここか、あと。ここしかないよね。小島は。ミルク？ミルクなんかあげる人あっていたっけ？あ、ミルクだ。そうそうだ。犬だ。犬だから。ここだ、ここだ。そうそう、あのなんかしょっぱいとか言ってたんだよね、確かね。あげるあげる。ちょっと待って、子亀捕まえてたのかよ。もうもうあそこしかないじゃん。おかしいだろ。お前あそこの子亀捕まえてどこまで来てんねん。さあ来たよ。カメカメ。どこだっけカメいるの。あっちか。いたいた。あ、友達が欲しいか。あ、そっかそっか、子供ってわけじゃねえんだ。お友達になりなさい。秘密の場所、あった。何？背中に乗るんだ、亀。竜宮城？竜宮城のやつですか、これ。おお、なんか変なとこ来た。子亀ついてきてる。なんか後ろの亀かわいい。さあ、ついた亀。わかった。やった。小島の洞窟。なんか怪しい雰囲気だけど。宝箱だ。ミミックっぽい。ああ、そうでもなかった。スーパーカメブーツ。防御アップするけど素早さだ。あ、弱いな。いらねえ。対して防御アップしねえじゃねえか。人がいるじゃねえか。ここどうにかして多分上行くんだろうな。え、これでも取れんじゃん、人。あ、余裕じゃん。イエーイ。コンボイ。オッケー。うわ、なんかオデッセイとか使えるようになってる。すごいよね。1体つけるだけでヒットポイント60アップだよ。正確には50か。51か。攻撃力も20ぐらい上がる。すげえ。陣すげえ。これ何すりゃいいんだろう。確かね、ワープとかいうイマジンもあったような気がするんだよ。イマジンじゃねえ、エナジーが。それじゃねえかな、これ。そんな気がするから、とりあえずジンだけ取って帰ろう。まあ、もう一回、まあ、また来ましょう。戻るかめー。
ありがとう。やったね。さ、そしたらじゃあアンコール遺跡行きますか。確かなんかエナジーがないといけないって言って断念したんだよな。到着。サンドかな、サンドがなくて確かやめたんじゃなかったっけ。そうだよ、確かにそうだよね。そうそう、ここここ、もういけるぜ。おお、ツタがいっぱい。あー違うな、こっちじゃねえわ。あーこっちも違う。え、いけないじゃん。ただここは違うってことか。さあさあどんどん進んでいきましょう。左側にサンドが見えた。宝箱、なんだこれ。赤いやつがついてるの確か呪いなんだよ。違う。あ、じゃあこっちつけるつける。呪いだと思ったら違った。間違えた。普通に強えやん。やったね。さあさあ、お、なんか顔が、顔完成できる。わあ、口からなんか出たん。これで結構いろんなとこ行けるなんじゃね。どこ行けるようになったんだろう。え、やっぱりそうか、この辺開けれるんだ。すげえいっぱいあんじゃん。こっちって言ったっけ？言ったっけな。あ、ここもサンドか。
これ奥あるな。ちょっとね違うんだよね。右側のある。 OK。 何、無二のローブ絶対強いじゃん。ヒットポイント回復すげえ。防具はどれだ、これか。 OK。 アイテムがね意外とみんな満タン。ちょっとジャスミンが空いてんのか。おや、なんでこうだけ砂あんだろう。これ左か右いけんじゃない。あ、いけない、いけるわけではない。あ、顔を埋めなきゃいけないんだ。あ、ここだ。結構スピンするとこう裏側が黒くなってるからわかるなと思ったけど、とりあえず今片っ端からスピンしてたらようやく階段見つけました。意外と分かんねえもんだな。これで先に進める。おっしゃ、ヒットメタ。あー、ここもムーブ必要か。こっちで合ってるのかな。あ、宝箱コインいらねえ。ってことは向こうか。多分こっちが宝箱のとこだよね。何が入ってるかな。回復アイテム入っ、というわけですね。ちょっとまだまだ先があると思うんですけれども、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回またこのアンコール遺跡の続きをやっていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。